はい、今日は KBA の第一スタジオに高校生シンガーの森さくらさんにお越しいただきました。よろしくお願いよろしくお願いします。森さくらです。はい、去年の6月の楽市楽座からもう坂出のいろんな、ね、イベントにというそうこでとすで。ね。はい、堺で楽市楽座で初めて今のマネージャーさんにお会いしてから、これまで高校生シンガーという活動を続けてきました。いろんな香川県全土でいろんなイベントに出させていただいて、その中でも香川県堺出市という場所では深く進行させていただきました。いろんなイベントに出演させていただきました。ねえ、そして、4月からは東京を拠点に羽ばたくということで、今日はね、最後にこう KBA に来てもらったんですけども、将来の夢をちょっと教えてもらっていいですか？はい、私、将来の夢が2つありまして、1つ目はですね、香川県初の女性シンガーとして紅白歌合戦に出場すること、そして大好きな、2つ目はですね、大好きな香川県をもっと PR できるぐらい自分がインフルエンサーになって日本全国で活躍できるように頑張っていくというのが自分の夢ですね。はいね、そのために大きくなってもらって、ね、またいつかこう香川に帰って歌ってもらってっていうことを、ね、してもらいたいと思うんですけれども、そんな、さくらさんがこう坂出のイベント、本当いろいろ出てきたので、そちらちょっと私まとめてますので、一緒にご覧いただきたいと思います。はい、ドキドキ。はい、まずこちらは去年第100回の楽市楽座。そうですね、第100回ということで、私もすごく楽しみにしてましたね。その時、堺で学ぶダンスを踊ってます。ああ、子供とかね、たくさんの方が集まっていただいて、本当この時は本当に大盛況でしたね。そしてこれ、大橋祭りの前夜懐祭。かしい。この時、めっちゃノリノリ踊ってますね。コミッチェルさんが東京から来ていただいて、チア部にね、入ったということで。この地方メンバーとして、香川県初の地方メンバーとして、はい、そしてこっち土曜デーのイベントが、そうなんですよ。土曜デーでね、私もずっと前から知っていたイベントですごく楽しみにしました。ボリューム1ということで1回目のライブに出演させていただきました。そしてこちらがバルイン堺で、そうですね、バル、これ2日間ありましたね。これ2日目の一番初めに歌わさせていただきました。水のフェスティバルでもね、歌って。ああ、懐かしい。これ府中港で行われた水のフェスティバルなんですけれども、歌い終わった後に大きな花束をいただきました。すごく嬉しかったですね。嬉しいです。ありがとうございます。なんかレコード大賞もらった気分です。レコード大賞にね、そうで出たみたいということすで。ね、そうですね、もう本当に大きなステージで歌わさせていただきました。そしてこれ、プロレスフェスティバル。もうこれはですね、本当にとても思い出深いと言いますか、私も大好きなプロレスで。これはさくらさん。そうなんです。私3年間実は初任寺拳法をしていて、2度全国大会に出場したことがあるんですけれども、久しぶりに演舞を奉納させていただきました。そしてこうリフォーム老舗さんでもコンサーリフォーム老舗さんで感謝祭ということで、もうね、このようなもう大切なイベントに出演させていただきましたね。これも懐かしい。楽市楽座に来てくれた本当にファンがね、リフォーム老舗さんにいて。たくさん来ていただきました。なんか一つ一つ振り返ってると、やっぱりどのイベントにもとても気持ちを入れてたくさん歌ってましたね。毎月本当に欠かさずいろいろあったなと思いますけど。そうですね、もう本当に月から金までは学校に行って勉強頑張って、土日はライブに行っていて、多い時なんてもう月17回、土日で17回ぐらいライブに出たことがあったんですけど、どのイベントも本当にもう歌うことがすごく大好きだったので、自分が歌を歌ってお客さんに歌を伝えてっていうのがすごく楽しかったですね。成長することができました。はい、そしてまた FM さんでもパーソナリティとして番組を、ね、こちら最終回を撮ってる様子ご覧いただきたいと思いますけど、ね、これも6月から始めたんで6月すから始めましたね。初めはこれはもう結構前のポスターなんですけれども、ノリノリですね。始まる前ノリノリでしたね。試行錯誤しながら毎月はい、ゲストさ皆んをお呼びさしん、こんにてちは。高校生自分進でラ学ジオ番組生を組んでたやっていたんですけれども、17歳の森たくさんさくらです。よろしくお願いゲストさんの立場になって考えて話を引き出してというふうに、初めはちょっとね、緊張していたんですけど、だんだん慣れてきて、本当に毎月この収録が楽しみでしたね。さくらさくラジオ、ぜひ聞いてほしいなと思います。今、火曜日、木曜日、土曜日に放送しているということで。はい、そうです。実はね、9時、そして9時半、4時半といって、働いてる方も聞きやすいようにこの時間に設定していただきました。どうですか、反応とか。そうですね、やっぱりラジオを聞いてこの
やっぱりこの歌だけだったらこの歌ってるとこしか見れないじゃないですか。でもこう喋ってるところも聞いていただけるということで、やっぱ新しい一面が見れて面白いなとか、自分がこのゲストさんでお呼びした方を詳しく知れてライブ行ってみましたとか、そういうふうに新しくこう流れができたのがすごく嬉しかったですね。そうですね、本当に、ね、楽しい思い。そしてパーソナリティのやってみて、ね、またなんか、そうですね、やっぱりこのパーソナリティでこう話を回していくっていう風にたくさん自分で経験しながら学ぶことができて、そういう学んだことが本当にいろんなイベントでも生かされています。堺寺ラクジラクザで司会を務めるにあたっても、ね、全体の会場の全体を見てイベントの流れをつかんでという風に生かされたかなと思います。はい、そしてまあここで皆さん楽しみにしているせっかくので、ね、大好きな歌を歌ってもらいたいと思いますけど今日はスタジオにゲストをお招きしました。シンガーソングライターの石井貴樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。どうもこんばんは、香川県丸亀出身のシンガーソングライターの石井貴樹です。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあさくらさん何を歌ってもらいましょうか。はい、実は石井貴樹さんに作曲を手掛けていただきました。ワントーンという曲を歌いたいなと思います。はい、じゃあちょっと準備の方をねお願いしたいと思います、はい、ね、作詞は森さくらさん、そして作曲が石井貴樹さんということで、2人で今日は生歌を披露していただきたいと思います。はい、はい、じゃあお願いします。ワントーン聴いてください。あの日見た景色も二人を照らす夕日もあの頃のままで震えた。あなたを忘れたいの、全部忘れたいの、叶わないことってあったんだ。
景色も二人を照らす夕日もあの頃のままで胸震えたあなたを忘れたいの全部忘れたいの叶わないことってあったんだ叶わない願いを隠した素敵な歌をいただきました。そして4月から東京ということなんですけど、はい、こちらにパネルがあります、はい、あります。栄田楽市楽座 PR 大使をさせていただいております。毎月第3日曜日栄田駅前で開催されるので皆さんぜひ遊びに来てください。そして東京に行って夢を叶えるために精一杯頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。最後にちょっと花束が来ました。座長ありがとうございます。すごい、ありがとうございました。座長来てくれましたけどね、はい、楽寺楽座今後はこのパネルで、はい、さくらちゃん参加ということで、はい、はいはいはい、今日はありがとうございました、はい、石井さんもありがとうございました。皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします、はい。